アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテボンゲです。よろしくお願いします。コメントでエグザムシステムの使いどころっていうのを今一度認識させられました。攻防戦になると判断し次第エグザムを使っていけばいいんではないかと、そういうことですかね。あとミサイルの補充をしてからエグザムをするとか、補充と攻防戦ってのは、補充と攻防戦ってのは相反するものだと認識しているんですけど、ミサイル攻防戦になっている時っていうのは基本的には弾を結構使った後、どんどん使っていきましょう。敵機を発見し次第エグザムシステムを起動しようと思います。今回のデッキはこんな感じですね。ブルーディスティニー、トリントン、デザートジム教習、あとはジムスナイパーですね。今回注目してほしいのはこいつですね。この3点式 75mm スナイパーライフル。ちょっとすいません。75mm スナイパーライフル、これがめちゃくちゃ強いんですよ。この3点式っていうのはまあ 3発出るんですけど、まあ3発出るってことは反動がすごいと。だから普通に3点式打っただけじゃ当たらないんですけど、この反動制御3をつけることによってその反動を0にすることができるんです。限りなく0、限りない0。あとこいつ、これですね。あと高速装填、限りなく0にしたこの3点式スナイパーで、スナイパーライフルで3発当てれれば まずその敵は確実に地上転倒します。そしてこの高速装填3をつけることによって相手が立ち上がる隙を与えず、一気に装填完了し次第さらに3発の追い打ちをかけるという、もうほんとこれさマジで最強なんで、思いのほか命中精度も一発だけ出るっていう意識ではなく3発出るっていう安心感から、なぜか集団の性能もなんか思いのほか上がってるような気はします。はい、なので今回はこいつをちょっとお披露目しようと思います。これを見てね、みんなも3点式 75mm スナイパーライフル使ったらいいんじゃないかなと思っています。よし、いきましょう。戦闘開始までしばらくお待ちください。北極基地はもういいな、もう十分お腹いっぱいだな。北極基地はもうお腹いっぱいだもん。戦闘開始までしばらくお待ちください。まあいいか、はい、まあ悪くないか。右側ですね。どっちかっていうとこれ左側の方が得意なんですよね。まだ左側での左側に攻め込む拠点突ルートっていうのをまだ見つけていないので、右側に関してはもう拠点突ルートはもうしっかり独自で開発したルートを編み出しているので問題ないんですが、左側ちょっとまだ見つかってないんだよな。これはさっきの戦場とは違い、順守がメインの戦場ですね。これジオン軍のこの階級のこれ分かりにくいんだよな。これもうよく分かんないんだよな。これう
まあ大したことないだろう。相手も準将ぐらいだろう。やはり大将には なんやかんや言って大将には一目置いているんだよ。まあ準将相手なら遅れを取ることはないでしょう。そしてこのマップはそうだな、一回動画にしたことがあったかな。その時はあの上ばっかり行っていたので、上に執着すんじゃねえよ雑魚とか、なんでそこで上脇すんだよとか、下の状況のあれも見ろよとか、戦況を見ない盛んのあれだなとか、そういうのあったかな。これもう1番と2番様子見てちょっと行こうか。で初動の2番ってのは左側の方が近いので、約メートルで言ったら13メートルぐらい左側の方が近いので、下の拠点取りっていうのはちょっと不可能に近いですね。なので初動は上から出撃します。初動上から出撃し、1番を踏み次第一気にイグザムを焚いて X 凸を決めてやろうと思います。よし、これは問題ないな。これ間違いないだろう。ちょっと下多いんじゃないかこれ。大丈夫か、下は決まんないぞ。下の2番拠点は踏めないからな。エレボンゲリハッピーズブルーディッシュ行きます。お前たちのエゴ認められるものじゃない。エグザムシステムスタンバイ。うっそー、まだ大丈夫。そうか、ふも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 、よし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 、よしよし、しね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 、これがイグザムの力だ。撤退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 。ちょっと炎がちょっとあと20秒あるから、あとリロードよし、あそこなんか四角をうまく突かれた。まあいいでしょう。これスナイパー一回挟むより一回下拠点行った方がいいな。下拠点の防衛に行こう。さあ、来た、落ちろ。よっしゃ、そこ、よし、シュッツ、逃がすな。おしおしおし、ナイス、炭素へ、ナイス。背中がガラ空きだ。シュートがない。あ、負けるわけにはいかない。負けるな。負けるな。勝てるぞ。あ、やばい。もう一回来た。2対1か、2対1、よかろう。3対1はダメだ。私に苦戦しているようでは他のパイロットには勝てないですよ。4対1かよ。2対1までだったらなんとかなったんですけど、さすがに4対1までになるとさすがの僕でもちょっとそれは無理だ。ちょっと邪魔だよ。マーキング大事。これ3点式でリロードつけてためっちゃ早いからね。これほんとめっちゃ早いよこれ。あ、違う、ごめん。いいとこに落ち上がった。
焦げた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 。ちょっと連邦めっちゃ押してんなこれ。出てきたところを狙う。けるわ。じゃあちゃ。やっぱ僕は動いて打った方がね当たるんですよ。動きながら打つ方がね当てやすいタイプのスナイパーなので。下行きましょうか。ちょっとこれ連邦軍押しすぎでスナイパーの仕事がないじゃないか。これ連邦軍押しすぎな。これスナの仕事がないぞ。これ無職な。これ無職。これはあ、これ打つとこないし。これもう集中狙いした。当たんねえな。痛い。なめたまねよ。その炸裂タイプ、炸裂タイプのあれ甘えだからな。炸裂タイプは甘えなんでね。ちょ炸裂やめろや。炸裂典型的芋スナイパーな。いや大丈夫。一回ここブルーで下から出撃しましょう。そうか。よしはい、はい、今の点灯はあのこのブルーのミサイルによる点灯なんで、撤去を確認し次第すぐに即座にイグザムに移行する。うわーうまい。やめろ。うわまだ無人砲台の方が戦いがいがあるが、大した野郎だ。榴弾でピンポイントで当ててくるってのは、あいつはもう 5万戦以上はやってんな。5万戦はやってる証拠だな。すぐ死ね。逃がさん。とにかく攻撃を続けるしかないわ。来るなら来い。来る。あ、どうぞ。バレてない。はあ、もうなんでやねん。ちょっとどっから撃っ。これじゃやられ役じゃないか。好き勝手やられちゃ困るんだね。出撃する機体を選んでください。
追いかけられてた。出撃する地点を選んでください。下行こうか。機体はまだ修復可能だ。あ、来てる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 。シュツぶっぱなしてやるよ。シュツぶっぱなしてやるよ。背中を。あぶら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 。よし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 。ブーストを回復を。ブーストの回復を待って。ブーストの回復を待って。修理は任せろ。行かせねえよ。うわあ。撃て。よし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 。リペアボットを破壊しよう。スナイパーここ仕事できないんじゃない。全然いない。全然どこ撃ってんの君。敵の本拠点を攻撃中。よし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 、よし、これでいい、これでいい、これでいい。よし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 。ちょっと前出すぎかな。迫撃砲もう吐く。大丈夫、ここなら大丈夫。上にいる気配もないしな。あ、当たってねえの今の。今の当たってねえのか今の。シーそうですか。いや、まあけどね、このコスト220でゲルググキャノンを倒したってのは非常にでかいですね。これ下行った方がいいかな。うん、この場合だと下に行った方が良さそうですね。下行きましょう。ほんとこのマップはね、ミサイル中と砲撃中、歓喜のマップだからな、ほんと。まあもうちょっと心配ない。機体はまだまだ再生可能だ。ユルさん、逃がさんぜ。当たらないよ。あんなとこから撃つだけの野郎に負けるわけないだろ。ちょっとシュッ。いや、もうけどあんだけシュッ撃ったらもうシュッないだろ。あーだ。ちょっと前出過ぎたな今の。ああ大丈夫、あと10秒。出撃する地点を。1番踏みに行きましょう。これは1番のダッシュが最重要任務。ここそちょっとミサイルばっか撃つなってばバカ野郎。これはジオンの戦略にまんまと乗せられているんじゃないか。前半はあえて押さずに
後方への攻防、そしてこの後半にかけて一気に攻め込むという、これはなかなかの、しかしながらこの今の戦況、スナイパーマップとかして今この戦況は、さあ見してこうか、スナイパー見してこうか。段差ぐらい登れよ、段差ぐらい。当てる当たる。だから段差ぐらい登れって、この段差、この段差、この焦げたろ今。いいぞ踏め。さすがにしんどくなってきたのだ。あだ、いけ。焦げた。うん、消えた。ちょっとめっちゃ削られてる。なんでめっちゃ削られた。起きたろ。おっ、しょ、これ。あー、これ。落ち着け当たる。冷静に。あ、してるな。見えてるやつに照準を合わせて撃つだけだから、何も難しいことはない。ありがとう。修理すればまた頑張れますよ。出てこなければ倒さなくて済んだのに。全然難しくない。超簡単。これ超簡単だから、この的に、この真ん中の中の丸にこう敵を合わせて撃つだけの。よし、直撃したぞ。どこに落ちた。こけろ。こけない。慣れてきた。だいぶ慣れてきた。あいつピョンピョン飛びやがった。飛んできたら撃つ。ごめんなさい。逃がした。けど当たるようになってきた。だいぶ当たるようになってきた。よし。あかん、これスナイパーやってると目が疲れるな。めっちゃ目が疲れる。めっちゃくちゃ目が疲れる。あいつ狙い。よし。逃がすな。あいつ欲しかった。落ちたろ。これ落ちたけど影だ。遅い。
が攻撃されています。自軍戦力ゲージが残り 50% を切りました。 しっかり回復しよう。一撃で落とされるわけにはいかないかな。よし。いける、当てれるぞ。信じて。びっくりした、びっくりした、びっくりしたな。さ、もうなんかどれ狙ったらいいか分かんないくなるね、これ敵がいっぱいいるから。もう落ちた、落ちた、落ちた、軽く素振りってとこだな。はい、こういうこと、こういうことですわ。あの、弾すぐなくなるな。今あと一発ぐらい落とせるでしょ。来た。よっしゃ、満足。ちょっとスナイパーに集中しすぎていて、全く戦況、もういつも以上に戦況を見ていなかった。しまった。ですが、見てください、この12位というこの大将を抑えて、大将中将たちを抑えてのこの12位、もうこれはもう スナイパーの技術的にはもう、もう 10段階でいうと8ぐらいの評価はもらえるんじゃないでしょうか。こんな僕でもスナイパーで撤去、撃破することができる3点式スナイパーライフル使いたくなったでしょう。ちょっと前半は久しぶりのスナイパーだったもので、あたふたしましたが、後半は勘を取り戻したので、連キルできましたね。よかったよかった。参戦予約ボタンを押してください。なのでこの3点式 75mm スナイパーライフルにモジュールを、この高速装填3と反動制御3をつけることによって、このスナイパー、自分スナイパーは化け物と化しますので、皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。はい、ではご視聴ありがとうございました。